ダコタ・ステートンは、アメリカ合衆国のジャズボーカリストで、特にチャートの4位まで上昇した1957年のヒット曲、ザ・レート・レート賞で、国際的に知られた。また、アフマディーヤのイスラム教に改修して、アリー・アラビアというムスリム名を名乗った時期があった。ペンシルベニア州ピッツバーグのホームウッド地区に生まれた、彼女は、ジョージ・ワシントン高等学校を経て、 ピッツバーグのフィリオン音楽学校で音楽を学んだ。その後、ジャズが盛んだったヒルディストリクトでボーカリストとして活動し、ピッツバーグの地元で人気のあったジョーエストレイ楽団と定期的に共演するようになった。その後の数年間はデトロイト、インディアナポリス、クリーブランド、セントルイスなどの都市を回るナイトクラブのサーキットに身を投じた。ニューヨークで ハーレムのベイビーグランドというナイトクラブで歌っていた時、キャピトルレコードのプロデューサーだったデイブ・キャバノーに見出された。レコード契約を結んだ彼女は数枚のシングルを出し、1955年にはダウンビート氏から最も有望な新人賞を贈られた。1958年にはタリブ・ダウードと結婚したが、彼は アンティグア島生まれの黒人で、アフマディアムスリムのジャズトランペット奏者であり、イライジャムハンマドについての批評家としても知られていた。この結婚によって彼女はイスラム教に改宗し、一時期はアリー・アラビアと名乗った。しかし、この結婚は結局のところ離婚に終わった。 1950年代後半から1960年代前半にかけて彼女は高く評価されたアルバムを出し続け、タイトル曲が彼女の最大のヒットとなったアルバムザ・レート・レート・ショー、ピアニストのジョージ・シェアリングと組んだイン・ザ・ナイトやダイナミック、そしてボストンのジャズクラブであるストーリー・ビルで収録されたライブアルバムダコターとストーリー・ビルなどが出た。 1960年代半ばに、ステートンは活動の拠点をイングランドへ移し、アルバム、ダコタ67を吹き込んだ。1970年代前半のうちに合衆国に戻った後も、ほぼ定期的に吹き込みを継続し、その録音の内容は、だんだんとゴスペルやブルースの影響が色濃くなっていった。1999年には、脳卒中を患い、以降は、 健康が優れない状態となっていった。2007年、ステートンはニューヨークで76歳で死去した。ありがとうございます。